down. Chill it to go to school. So they don't need to be in the streets daily. Most of the children now are just working during weekends. フィリピンの第一印象はまずホームステイ先に行ったんですけど、人がすごく明るくて、もう道行く人とみんなと挨拶したり、もうすぐに名前を覚えてもらって何でも話し合えるようなすごい明るい人たちでした。のスタディーツアーに参加しようと思っている皆さん、僕はフィリピンに来てとてもいい経験ができたので、皆さんにもその体験をしてもらいたいと思います。フィリピンに来ようか迷っている人や、フィリピンに行くのが怖いなと思っている人たちがいれば、そういう今持っている不安というのはフィリピンに来ればなくなると思うので、ぜひ参加してみてください。言葉が通じないので、ジェスチャーとか顔の表情で意思を汲み取ってもらう。